はい、コズの星見部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら、ババン。はい、セイントセイヤですね。これキャラ、セイントセイヤ01。はい、こちらのシリーズが稼働しましたね。ガチャガチャです。はい、そちらをね、同時に展開しています。こちらの第2弾、はい、これがね、一気に12星座で出ましたね。はい、6種でね、全12種12星座、はい、こちらがガチャガチャで発売されました。それを今回ご紹介していきたいと思います。こちら、じゃじゃん。はい、すでにコンプリートしたものを購入しました。はい、なので12星座すべて揃ってます。ということでね、お羊座から順に紹介していきましょう。はい、ではね、お羊座アリエスのムー、こちらを見ていきましょう。はい、じゃじゃん。と言ってもね、台座がね、凝ってるんですよね。ちゃんとこういう風に日時計で書かれてて、こうやって名前も書かれている。台座が凝ってますね。で、お羊座のマーク、アリエス、ムー。はい。で、フィギュアがこちらですね。はい。かわいいですね。めっちゃかわいいですね。で、ムーはね、ここに角が、肩の方に角がね、こう、ついてるんで、特徴的なクロスですよね。うん、これ再現度高いじゃないですか。顔似てますね。いい。はい、これ ちっちゃくてちっちゃいんだけどよくできてます。まあ、クロスの模様っていうのはもう、これはもう普通にプリントされたものですけれども、まあ、そこはね、まあしょうがないでしょうね。というか、このシリーズはほぼ全てそうですけれども。はい、で、これをドッキングすると、これだけでいいね。一応ね、お値段は300円ですね。いや、これはなかなかいいシリーズが出たんじゃないですかね。はい、いい。はい、アリエスのムー。はい、続いては、はい、タウラス、アルデバランですね。はい、アルデバランがこちら。はい、すごい、やっぱね、大きいんで、アルデバラン自体が大きいんで、なんかボリューミーですよ。さっきのムーより、なんかずっしりありますね、重量感も。いや、よくできてる。顔も似てますよね。よーく見ると眉毛の太さも、ちゃんと再現されてます。このヘルメットの形もね、ほんとよく再現されてますね。ちっちゃいのに。うん、はい。お、いいですね。やっぱずっしり感ありますね。うん、はい。アルデバラン。はい。続きまして、私の星座。はい。ジェミン。サガです。はい。出ました。私の星座。双子座です。ジェミニのサガがこちら。はい。かわいい。めっちゃかわいくなってる。もう、すごいね。髪の毛が身長と同じぐらいに伸びてます。で、サガの場合はね、ヘルメットはついてませんね。うん、まあ、そもそもが原作でもね、アニメでも、被ってるシーンってほぼないですよね。だいたい脇に抱えてるか、床に落ちてるか、どっちかですからね。はい。なので、
まあそういう点ではね、うん、まああの影バージョンよりはいいですよね、うん、だったら顔を出しての方が、はい、まあいつかはね出してほしいですけれどもね、ヘルメットかぶってる謎男バージョンでも、はい、サガのクロスはこれといって特徴がないのないんですよね、まあ、特徴がないのが特徴なのか分かんないですけど、はい、はい、サガ、はい、続いてはねこちら、はい、カニ座ですね、キャンサーのデスマスク、はい、それがこちら、いいですね、なんかこう不敵な笑みもね、うん、再現されてますね。何よりもねこのマスク、これがすごい特徴的なのを再現されてますね、こうカニの足のように。でこのツンツンヘアね、これもよくできてる。やっぱここでね目の表情もねちゃんと再現されてるんで違いが分かりますね、うん、もうデスマスクっていう感じの顔つき、うん、一発で分かる。でデスマスクはねクロスにこういうブルーメタリックな色が施されてますね。なかなか豪華な仕様になってますね。さっきのサガとはちょっと比べられないぐらいなんか豪華な感じで、うん、ちょっと嫉妬しちゃいますね。はい、デスマスク、はい、はい、続いてはこちら、はい、獅子座ですね、レオのアイオリア、こちら、はい、いやアイオリアも分かりやすいね、顔で分かるね、前髪とかとあとこの天然パーマみたいなねちょっとくるんってなってる感じの髪型でもすぐ見分けがつきますね。ちょっと跳ねてるね。でマスクもやっぱこれいいですね、かっこいいマスク、こうフレアみたいにこうね、まあ獅子のたてがみのようなマスク、うん、アイオリアもかっこいいね。続いてはこちら、はい、乙女座ですね、バルボの釈迦、はい、こちらめっちゃ安らかな顔してる。めっちゃ安らかな顔してる。まあこれぞ釈迦っていう、もうストレートですよ、ストレートな髪、ストレートで長い髪でね、クロスもね特徴的ですよね、この肩アーマーがこういう形状っていうのがすごい特徴的、うん、最も神に近い男、いいですね、特徴を捉えてる。はい、バルゴの釈迦、はい、続いてはこちら、はい、天秤座ですね、ライブラの瞳子、はい、こちら
めっちゃ小麦色の肌ですね。めっちゃ小麦色の肌。まあでもどうこうって感じだね。首、あ、これ首、回せない。あ、回せんのか。なんかやたら右向いてんなと思ってたんでね、あれと思ったんですけど、回るね。はい。もう髪型も特徴的ですね、どうこはね。もみあげもすごい長いんでね、特徴的な。で、どうこもやっぱりあれですね、ヘルメットはかぶってないですね。やっぱね、マスクよりヘルメット型はね、やっぱかぶらないですね、セイントセイヤのキャラクターたちは。ヘルメットタイプは邪魔なんですかね。唯一ちゃんとかぶってるのはアルデバランぐらいですよね。いや、いいですね、緑の瞳よく再現されてる。はい、はい、ライブラの動向。はい、続いてはこちら。はい、サソリ座スコーピオンミロ。はい、こちら。はい、いや、ミロもいいね。こう青い髪っていうね、青いっていうより紫だね、なんかこうカメラ越しだと青く見えるんだけど、実際紫ですね。で、青い瞳、このね、ほんと特徴的なこのマスク。こうね、サソリの足がこうやって、尻尾がこう後ろまで垂れ下がってるっていうね。特徴的だよね。まあ、十二星座のキャラクターの中でもね、結構上位に入る人気キャラクター。はい、見ろ。まあね、セインティア・ショーっていうね、作品ではね、もうめっちゃスピンオフ的に扱われてますけどね、ミロが。まだ見てないんですけどね、私は。あれなんかで、限定で放送されてるんだよな。D アニメストアでやんないかな。続いてはこちら。はい、いて座サジタリアスのアイオロス。はい、先ほどのね、獅子座のアイオリアの兄、はい、アイオロス、こちら。いや、いいですね、やっぱかっこいいですね。もうね、マスクがね、昔思ってたのがすごい、これかっこいいマスクしてんなと思ってたんだよね。翼の形状でね、まあ実際翼も生えちゃってるっていうね、ちょっとね、豪華なんですよね。まあ木的なね、星座でもありますね、いて座は。なんせ作者の車田正美のね、星座でもありますね。まあそれは自分の星座は優遇しますよね。はい、まあ、主人公の聖夜が着るクロスでもありますね。作中ではね、もう すでに死んでいるっていう設定だったんでね、はい、おのずと聖夜が引き継がれてましたけど、まあそういうことかってね、幼い頃は全然思ってなかったんですけどね、まあ、大人になって、ああ、やっぱり自分の星座なんだなって、作者のね、そりゃ主人公に着せるわと思って、はい。いいですね、やっぱかっこいいな。
サジタリアスのアイオリア、アイオリアじゃない、アイオロス。はい、続きましてこちら、はい、ヤギ座カプリコーンのシュラ、はい、こちら。いや、シュラもね、この髪型でもう速攻でシュラって感じ。もう右にクワッね、跳ねてるんですよね。で、頬まで伸びるこのもみあげも、もう顔の表情もね、うん、シュラって感じ。もうシュラもね、ヘルメットタイプなんですよね。なのでつけてませんね、うん。もうこのシュラに限ってもね、サガと同様にね、うん、シンプルすぎて物足りなさを感じますね。カブトバージョンも欲しいね、うん。はい、はい、カプリコーンシュラ、はい、続いてはこちら、水亀座アクエリアスのカミュ、はい、だカミュもね、髪型特徴的ですね。こう波打ってる感じの髪で、やっぱマスク型なんでちゃんとしてますね。もうね、あのコミックじゃない、あのジャンプでね、連載当時から思ってたんですよね、私ね。なんでサガジェミニね、双子座マスク型じゃないんだろうって。うん、全然かぶらないじゃんと思ってたんですよね。絶対マスク型の方がかっこいいよな。もうこの神はね、ミロと双剣をなすぐらいのね、人気キャラですね。まあ、自生座問わず女性層に人気があるイケメンキャラ。はい。はい。アクエリアスの神。はい。そして十二星座ラストがこちら、魚座ピスケスのアフロディーテ、こちら。アフロディーテもね、不遇ですね。ヘルメット型なんですよね。なのでしてません。髪の毛がね、すごい鮮やかな水色、セイントの中でもね、屈指の美形。まあでもね、魚座の人はね、ちょっと残念があったかもしれないですよね。まあ、大体当時見てた世代の小学生たちはね、大体男らしさを求めてたんでね。まさか美少年が来るとはね。ピスケス、アフロディーテ。はい、こんな感じでね、すべて揃えました。はい、こうやって見るとね、やっぱ十二星座全員揃うと壮観ですね。いやー、しかもね、ちっちゃいのにね、ほんとよくできてますよね、このシリーズは。まあ、おそらくね、この後の段はブロンズセイントとかね、まあ主人公の聖夜たち
が出てくると思います。まあ、これでね終わったら、まあ人気がなかったってことでしょう。十二星座で終わっちゃったってことでしょうね。まあ、多分星矢たちも出ると思いますけどね、主人公なんでね。はい、ではまあ最後は回転台座に乗せてね、お別れしたいと思います。この機会にね、ぜひチャンネル登録、あとね、高評価、コメント、あとね、SNS でのフォローなど含めてね、登録していただけたらありがたいです。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。